地図を見てすぐわかるように、日本は東西南北四方を海に囲まれている海洋国です。日常的にはあまり自覚することは少ないと思われますが、どこぞの国が領海侵犯してくれるたびに嫌というほど痛感させられますね。だからこそ、領海の防衛を優先的にというのは当然の結論です。海は海上だけではなく、海中、海底も含めますから、その部分の守りも無視できないということですね。ここ数年、日本の領海ギリギリの海域で違法操業を行ったり、サンゴを根こそぎ得って言ったりな、どの韓国や中国の行動、犯罪がニュースになっていましたね。最近はコロナウイルスの影響なのか、そういった報道がないのは、不幸中の幸いなのかもしれません。現在は中国、韓国が問題ですが、その昔は、北方の熊子と旧ソ連という脅威が存在していました。旧ソ連は、海より空からの襲来が多く、1976年にアメリカへの亡命を企んだ軍人が、ミグ25戦闘機で函館空港に着陸して大騒ぎになったことがありました。日本はユーラシア大陸と陸続きではありません。それゆえ、海人が見えない部分の防衛力強化については力を注いできたように思われます。では、今回の主題の黒潮です。2006年、平成18年、9月17日の朝刊には、下記の記事が掲載されたのです。タイトルは、潜水艦、南シナ海で極秘訓練を実施、中国を牽制か？防衛省は、南シナ海へ潜水艦を極秘裏に派遣した。東南アジア周辺を長期間航海中の護衛艦部隊と合流し、9月13日に対潜水艦戦を想定した訓練を行ったと政府関係者が複数発言している。だが、その目的を別のものにすり替えているという内容でした。記事では、航海の航行の自由を強くアピールするための行動とありますが、そもそも潜水艦という艦は存在を知られてはならないものです。つまり、探知されることを避けて行動するのが義務と言ってもいいでしょう。でも、発見されないように行動していたら、アピール行動にはなりませんね。ということは、これは、わざと漏らした情報です。結論を言えば、新聞で公表した理由は、真実の目的をごまかすためということですね。では、黒潮の隠密行動の真実の目的とは一体何でしょうか。一言で表現すれば、中国海軍力の分散消耗ということになります。潜水艦を投入することで、東シナ海や太平洋に向けられるはずの中国海軍の力を削ってしまうことが目的なのです。日本の潜水艦は最初に南シナ海海南島の中国戦略原潜に対応することになります。この潜水艦には核ミサイルが搭載されています。日本は平時や戦時を問わず中国の原潜に圧力をかける形になります。日本がこうすることで、中国は海軍力を分散しなければならなくなるというわけです。中国の立場なら、戦略原子力潜水艦は、最優先で守るべき対象のはずです。アメリカ、ロシア、そしてインドにも核抑止させたい中国は、各国からの先制核攻撃を防ぐために、防衛戦力整備、核兵器と弾道弾などに高額経費を注ぎ込んでいます。戦略原子力潜水艦は、
中国の国家安全保障の基準では最重要戦力となりますし、同時に最優先保護対象ともなるのですね。確かに巨額な国家予算を惜しげもなく注ぎ込んだ大事な大事な源泉を沈められたり傷つけられたりしてはたまらないでしょうね。では虎の子の源泉の行動海域に日本の潜水艦が出現したらどうなるでしょう。当然ながら中国海軍は対潜水艦戦を強いられることになります。戦術的には海南島周辺に艦隊を集中させるでしょう。そして自国の戦略源泉を守りながら同時に日本の潜水艦を撃破しようと躍起になるはずです。ということは結果的に日本の正面に中国が差し向ける海軍力が減ることにつながります。紛争の種である尖閣諸島や先島諸島、太平洋方面に投入される中国艦隊戦力が減少することは間違いありません。逆説的ですが、黒潮潜水艦が南シナ海を先行しているという事実こそ、中国が対日戦を避ける一つの原因にもなるのです。中国が、日本は、ひょっとしたら戦略源泉を襲うかもしれない、源泉が沈められる可能性が考えられると想定すれば、大切な源泉を守るため戦いを避けようとするはずです。要するに、日本の潜水艦投入の本当の理由は、ゲール・デ・クルース、巡洋艦戦略と呼ばれている、分散共用戦略と推測されます。期待できる効果の一番は、戦略源泉の不安全化と反応と思われます。なぜなら、ゲール・デ・クルースとしての即効性が高く、しかも効果が期待されるからです。少ない数の潜水艦を、何もない平時に投入したとしても、相手により強い不安を与え、反応を引き起こすことができると考えられます。そう判断できる理由を説明します。回答は、先行例を真似している形だからです。アメリカ海軍も、日本と同様に、中国海軍の力を分散させようと、トライしています。問題になっている南シナ海で、中国戦略源泉に脅威を与え、海軍力を消耗させようとしています。日本の潜水艦活動は、アメリカをお手本としたものと思われます。ということは、その目的もアメリカと同じであると判断して差し支えな。いいでしょう。実は、アメリカ海軍には、オホーツクアプローチという前例がありました。世界地図を見ると一目瞭然ですが、アメリカと旧ソ連、ロシアが直接接しているのは、カムチャツカ半島からオホーツク海にかけての一帯です。他の国の介在はなく、人口も少ない一帯です。今から50年以上も前の東西冷戦時代、アメリカは、ソ連の戦略源泉の聖地であるオホーツク海に攻撃源泉を送り込んだのです。ソ連の軍事力を嫌が応にも分散せるための戦略だったそうです。聖域というと、神殿や神社など宗教関係の神聖な場所といったイメージですよね。例えば伊勢神宮とか。しかし、戦争における聖域は、全く意味が違います。聖域とは、敵の侵入が、極めて困難な味方の安全が、強固に保たれた領域のことです。領域の安全は、戦力で確保されるだけでなく、地形や政治的な制約で、味方が守られることによって、聖域が生じることもあるそうです。そんな旧ソ連の聖域に脅しをかけたアメリカですが、これは大成功だったようです。
ソビエト艦隊は何回も太平洋への進出しようとしていたのですが、その出っ放をくじいたのです。特筆する点は、太平洋へ展開しようとする攻撃源泉の数が格段に減ったことです。したがってこの戦略は高評価を受けているそうですよ。そして現在、このオホーツクアプローチと同じ行動をアメリカは南シナ海で行っているのです。中国は南沙諸島を含む周辺海域の戦略源泉の聖域化に傾注しているのですが、あまりにもあからさまで、ここが大事な場所と公言しているようなものだと思います。アメリカがそこを狙うのは当然すぎることですよね。アメリカ海軍は音響観測艦や哨戒機、そして攻撃源泉まで送り込んでいました。予測はされていたのでしょうが、結果的にアメリカと中国の衝突も起きたのです。2009年、平成21年に中国側が音響観測艦インペカブルへの妨害行動を起こしました。さすがに中国としても喉元まで近づいたアメリカ海軍を黙って見過ごすことはできなかったのでしょう。日本が潜水艦を運用する目的もアメリカと同じ効果を狙ってのものと推測されます。今の世界情勢を見れば、中国と正面から対立することは困難でもあり不利でもあるでしょう。第一、割に合いません。ということは、正面対決まで行かずに相手に退いてもらうのが一番得策です。なので、この黒潮潜水艦の行動を見ると、日本の従来の方針専守防衛から一歩踏み出したと感じるのです。戦争にならないようにアメリカを真似て強制的に中国の軍事力を分散させようとしているのでしょう。うまくいけば言うことなしですね。将来的には巡航ミサイルや軽空母なども海南島を目指すことになるはずです。現在は全てが検討中の兵器ですし、日本はあくまでも離島防衛用と公表しています。でも、本質的にはオーバースペックな武器ですよね。つまり離島防衛は口実というわけです。巡航ミサイルの性質上、相手に防空体制を強制させることになります。何もない時に巡航ミサイルを積んだ潜水艦や哨戒機を南シナ海で行動させるだけでいいのです。それだけのことで、中国が危機感を抱いて防衛体制強化に走ることになるでしょう。つまり、日本が戦略源泉を攻撃しようとしているというポーズだけでも、中国は海や空の防衛戦力を分散しなければならなくなるのです。敵の戦力を分散させるのは兵法の初歩ですよね。艦載機を南沙諸島だけではなく海南島にも派遣します。そういった行動を起こせば、中国の海軍空軍が南シナ海防衛を強化せざるを得なくなります。同時にフィリピン東方の海上哨戒活動もさせることができるでしょう。結論として、中国は注意を日本海や東太平洋から南シナ海に向けなければならない立場に追い込まれるわけです。もちろん日本海などの警戒もしなくてはなりませんから、全方位に軍を分ける羽目になりますね。中国はアメリカへの対抗意識もあるのか、もともと太平洋への進出を狙って活動してきたのですが、日本や台湾などの海上活動もあって、東シナ海へ進出するのもなかなか難しい状態と考えられます。とはいうものの、
相手は経済的にも軍事的にも大国である中国ですから、どういうアクションを起こすのか全然見当がつきません。2011年、平成23年に電車の衝突脱線事故が起きましたが、その事故車両を埋めようとしたことに世界中が仰天しました。予測不可能なのが中国の中国たるゆえんとも思います。そんな中国に対峙しなければならない日本、防衛力とは果たして何なのかと悩んでしまいますが、人に見えない場所でひっそりと任務を果たしているまるで忍者のような潜水艦へは乗員も含めて応援したい気分です。